こんばんは。今日はお昼時間に昼前直送便が、昼前川柳がありました。ありがとう、見てくれて。NHK プラス見て、見てね。 NHK プラスでもそうなの、見れる見れるんです。見逃し配信、あと全国どこにいても見れるから。え、そう、まつげもパチパチに可愛くしてもらいました。NHK プラスでぜひ 見逃した方とか、中国地方じゃないにじゃない方は NHK プラスで見てみてください。昨日は楽しい公演だったよって、ありがとう、ありがとう、楽しかった。私もそう、松っぱですね、松葉、まつげパーマ。こんばんは。ちょっと45分ぐらいから始めようかな。たまの俺、集まってきたらみんなが。こんばんは。お、録画してるのゆっくり見ます、ありがとう。明日はアイドルスターです。ヒューリックホールでアイドルスターがあって、チケットがね多分まだ買えるんですよね。平日のちょっと夜、金曜日の夜になっちゃうんだけど、これそうだったら来てほしいなと思います。 2.5 と3で明日はユーリックホール東京で。待ってよ、チケットねまだ買えると思う。でも時間があれだね、めっちゃ昼だから、ちょっと待ってね、まだ買えるわ。まだ、あ、今日の本当23時59分までまだ前方チケットも後方チケットも買える、ゲットできる感じですね。STU は6時15分から6時45分です。6時15分から6時45分の30分ステージ、ヒューリックホールであります。明日アイドルスター、まだチケット今日の23時59分までゲットできるので、6時15から6時45だから、あ、炊いてみたらいけそうだから後方からこっそりいますね。嬉しい、ありがとう。お仕事終わってどうかな、結構ギリギリかも。そうだよね、時間厳しいの、頑張っても途中から、そっか、結構ギリギリのギリかもしれんね。6時15からって早い始まりだけど、来てほしいなと思います。あとエンディングも出演するので、 STU48 エンディング6時45分からのエンディングにもいるので、楽しみにしててほしいなって思います。時間厳しい、そっか、ちょっと早いよね、ちょっと早い、待ってます。明日アイドルスター頑張る。
今来ましたが、何が23時59分までは、明日のチケット、明日のヒューリックホールであるアイドルスターのチケットが23時59分までです。エステのステージ時間6時15分から。大阪リアルの再編、始まった、始まった。この前みんなで頑張って完売出したところが、またね、決済の関係で多分戻ってたので、決済忘れなくな決済忘れなくで、もうこれがラストになっちゃうので、12月8日、クリスマスのリアルお話し会の大阪のところ、もうこれで本当にラスト、本当に最後で、今回のアルバム本当に最後になるので、ぜひ、改めて申し込みして、決済忘れなくです、本当に忘れなくでお願いします、ありがとう。なので、申し込んで、また申し込んでくださったら嬉しいです。12月8日待ってる。こんばんは。ビブスの販売見た？グッズだよね、新しいグッズ。新しいグッズ、ビブス、見ました。STU48 も、ついにビブスを、ついにビブスが出たと思って。ついに、ついにビブスが出ました。あれすごいよね。自分たちもレッスンとかであのビブス使うようになるんかな。でもさ、グッズでできたらさ、あれ使うことになりそう。だからもう、あれ起きない。一回、なんだったかな、ユミリンさんの卒業の時だったかな、あの、足りなくって、ビブスの枚数が足りなくって 2.5 期の4人があの名前の紙にあの紐をこうやって紐で体にくくりつけて、名前書いてある布を、あの体にくくりつけてビブス代わりにしてたっていうことがありました。ビブスタリンクって、そうだからもうそれが起きない。もう絶対に一人一枚グッズとして出たから、一人一枚ゲットできるから、もうあの日は再来しないかもしれないね。だからおそろできるってことだよ。メンバーのレッスンの時の姿とおそろできちゃう、そうビブスおそろできちゃうから、ぜひアズミンビブスゲットしてください。確かに重ね着重ね着、それはもう確かに DD の人は重ね着分厚くなっちゃう、好きな人が多い分だけ分厚くなっちゃうかもしれん。でも分厚くなってたら分かりますよね、すぐに。あれ、なんかあの人分厚い。DD だ。分厚くなっちゃう、ビブス。そう、ビブスおそろ。ビブスとリバティエイジどっち来たらいいかな。うわー、それは、うわー、リバティエイジ来てほしい。リブスも来てほしいけど、リバティエイジも結構来てほしいな。え、もうすでにビブス来てる、いるいるいる。自作なのかな。自作でビブス作ってくれてる方いる。
わ、キャプテンマーク、え？熱い、そんなのついたら。確かにオーディションの時から 2.5 期はビブスのイメージあるかも。しかも今販売してるタイプみたい、タイプのビブス着てました、オーディションの時。ちょっと水色っぽいような、あの色の、本当にあの色のビブスに、名前と番号かな、名前と番号つけてビブス着てオーディションしてた。あの 2.5 期の4人はオーディションの時。そう、確かにこの以上のイメージあるね、ビブス。確かに。あ、45分からタワーのお礼します。あと3分。ね、でもあのビブスはちょっとみんなにも着てほしいし、お揃いにしたいので、ぜひゲットしてみてね、ビブスゲットしてみてください。初手ビブス見てみたいな、みんなが初手ビブス着てる姿。どんな景色になるんだろうビブス、あんまりビブス、でも言うて少ないからね、ビブス着てる方 STU の現場。色一色じゃない？あれ水色だけだったよね、あのビブス。一色だけだった気がする。アッシュの時はビブスはなかったですね、あんまり。あ、うん、一色だけだね、この水色の色だけですね、ビブスの色は。確かにこれメンバーカラー、メンバーカラーだったらめっちゃわかりやすい。うん、え、あるんじゃない、サイズありそう。うん、一色でもアズミンカラーですアズミンカラーです、水色だから。アズミンカラーであり瀬戸内カラーで、アズミンのペンライトカラーでもある。岡田アズミブス何着買うか迷ってる。え、もう連続して現場に来てもどんだけ汗かいても大丈夫なようにいっぱいゲットしてていっぱいゲットしてどんだけ汗かいてもビブス着替えできるように。あ、のいみさん水色なんだ。確かに、確かに水色だね、グループカラーが。ビブス120枚着用チャレンジする人おらんかでねどうなるん、パンパンになりそう、パンパン切れるもんなんかな、あと120枚もビブスって。お、45分になったのでタワーのお礼をしたいと思います。じゃん、まずはディオさん、お城タワーありがとう。見えるかな、ちょっとさ、思った以上に黒のインクが薄めになっちゃって。読める？ちょっと、あ、こうやってやったら見やすいかも。ありがとう、ディオンさん、遅くなっちゃってごめんね、舞台の時にもらってたお礼です、ありがとう。見えるかな、ありがとうパイン。
嬉しいよ、いつも本当に。また待ってるね。ビブスもじゃあゲットして飾ってね。あの例の壁にビブス飾ってほしい、例のあれに。あとでも今あれでしょ、これから生誕ティーとかも出てきたらもっとアズミングッズが充実してくるから、あの壁がより溢れてくる、アズミンで溢れてくると思ったら楽しみです。リオさんありがとう。これからもよろしくね。ありがとう、ありがとうね。読めた？少しできたかな。続きまして、カイトさん。そう、お洋でもお洋服飾るのやばいか。ビブスなら飾れそう、ビブスなら。カイトさん、猫ちゃんショートケーキタワーありがとう。これも舞台の時にもらってたお礼です、ありがとう、ありがとう。いるかな、時間が遅いからもしかしたらいないかもしれないけど、届けこのメッセージ。最近会えてないのでまた会いたいです、カイトさんに、ありがとう。読めてるかな、これ読めるかな。またキットで会いに来てね。もうキットのどんな時ももうキットのイメージ。またキットで会いに来てください、マントをなびかせながら。ありがとう、遅くなってごめんね、ありがとうございました。届いてほしい。続きまして、コイさん。ちょっとここからやばい、やっぱり黒ペン出ないってなって青ペンにしました。青ペンで、コイさん、パンダとクマさんの遊具タワーありがとう、ありがとう。嬉しかった、この前の花だれ東京すぐ見つけちゃった。しかも割と目線の先にいることが多かったからいっぱい目が合いました、ありがとう。グッズもね、いつもあれを身につけてくれてる。次はビブス来て、ビブスも来て会いに来てね、またありがとうね、小井さん。青ペンの方が見やすいね、青ペンにしよう。ねえ、会えてよかったよ、私もだよ、会いに来てくれて嬉しかった、久しぶりに会えたから、ありがとうね、ありがとう。続きまして、もりもりさん、じゃん、お城タワーと遊園地2倍キラキラタワーありがとう、ありがとう。舞台の時にもらってたのと、昨日ですね、昨日もらったタワーのお礼です、ありがとう。公演続けてだったけんいっぱい会えてなんか嬉しかった、充実してたこの2日間だし、もちの論でどっちも見つけました。ありがとうね。読めたかな、こんばんは。ありがとう。オッケー、読めた？ありがとね。また公園で。今月も？
会えるかな、今月末にある公演も。会える、会えると信じて見つけます見つけますね、見つけるね、またすぐに見つけちゃう。続きまして、じゃん、つのさん、ハロウィンクマちゃんタワーありがとう。これウィンクの目描いたんだけどめっちゃ汚くなっちゃった。つのさんは昨日のデコミアズミンにやられてた。もう目が合った瞬間分かった。でもつのさんをやりにデコミンにしましたデコミン好きなの知ってたから、ありがとう。読めた？ありがとう。また会いましょうまた怖い、よそ見は見ないでください。よそ見も見てますよ、全部全部見てます。よそ見した後に目が合った時の顔まで見てるラスト、ゆうゆう、だるま観覧車タワーありがとう、ありがとうございます。だるま観覧車ありがとう、嬉しかったよ、タワー、ありがとう。2.5KDD に苦しんでるみたいで2.5KDD に苦しんでるみたいだけど、そのままあずみのことは大好きでずっといていいんだよー誰よりも 2.5 期のことが好きでいてね、 2.5 期もみんな大好きだからありがとう、苦しんでる、助けてくれそれはもう、もう苦しいならもうとことん愛しちゃえばいいと思います。たらもう逆に苦しくなくなると思う。ありがとう、読めた？スクショできたかな？ありがとね。以上、タワーのお礼でした。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。そう、 X にあの配信し、あのお礼配信します、誰々さんと誰々さんのお礼するねって名前載せて X 載せようかなと思ったんだけど、 X ってみんなに言われちゃ嫌だと思うから、みんなと思ってなんかいっぱい考えて、あの X はチキってメールにしましたメールでも、でもみんなは私のメール取ってくれてると思ってメールで送ったんだけど、メールで大丈夫だったかな。ありがとう。そう、メールでした、よかった。そうなのもしかしたらそう、いっぱい考えちゃった X やめてって思ってそうだよねいや、そういう人がいるかもと思ってもしかしたら、そう X は結構公開されちゃうからと思って、じゃあ今度からメールで送るようにするね、タワー。でももらったその場で
書けるように書いていくようにしていきます。タワーのお礼ありがとう。今日はね、くるくるとディナーに行ってきたんですよ、夜。そう、ディナーに行ってきて、美味しかった。お肉でもなんか私が撮ったお肉の写真あんまりなんか美味しそうに撮れてたかな。メールで送ったんだけど、これもちゃんとなんかあんまり美味しそうに撮れなかったの、あのお肉。なんかね、外で食べててテラス席みたいなところで食べてたんですよ、くるくると。そうだからなんか光の関係もあってお肉撮ってみたはいいものの、なんかあんまり美味しそうに撮れなくって、うん、あ、これあんまり美味しそうじゃないかもこの写真と思ったけど、でもそう、食べたものをみんなにも共有したくて送りました。美味しかった、美味しかったです。あ、美味しそうだった？本当？よかった。じゃあプルディナー、なんかさなんかそのまくるくるがそのあのくるくるに誘ってもらったんだけど、であの夜ご飯行こうって誘ってもらって、だいたいくるくるあのどこ行くってなった時もだいたいこうくるくるから提案してくるタイプじゃないんですよ、お店をね。私がどっちもえどこでもいいよってお互いになって、こことかみたいな感じで決めるか、なんか成り行きで行くか、いつもよく行くところに行くかって感じなんですけど、今日はくるくるからあの夜ご飯食べに行こうってなって、どこ行くって聞いたらここって言ってあの送られてきたんですよ、お店がねすっごいなんかおしゃれなとこで、あ、めっちゃおしゃれと思って、夜だしディナーだしすっごいおしゃれだから、私これくるくるに今日告白されるんかなっていうのバカみたいな話を真剣にマネージャーさんに話してたくるくると合流する前事務所にいたから、マネージャーさんに、いやーいつもさくるくるお店自分から提案してこんのんだけど、なんか今日めっちゃすっごいおしゃれなお店提案されてさ、告白されるんかもしれん今日くるくるに、って言ったらマネージャーさんもそうかもしれんよとかね絶対そうじゃないのに乗ってくれた。そうプロポーズのようなシチュエーションのような、なんかおしゃれな場所で食べました。指輪は出てこんかった。くるくるからのプロポーズはありませんでしたなかったです。二人でワイワイ食べて話して帰ってきました。フラッシュモブ始まらないフラッシュモブ始まらなかった始まらなかった。焼き加減は何が好き？でもちょっと牛だったら中が赤身の肉っていうのかな、レアっていうのか、レアでも食べれる人です私は。っていうか生肉、馬刺しとか結構いける人なんですよ。だから大丈夫な人です。もうめっちゃ焼いてないと無理って人もいるじゃないですか。ってわけではなく、ウェルダンはどんぐらいなんだろう、焼き加減わかんないけど、いける人ですね結構。ユッケとかいけちゃう、うん、ユッケいけちゃう。ローストビーフみたいなのもいけちゃう、うん、全然いけます。こんばんは。
レアでもレア気味でも大丈夫な人です。で、あと広島のドリミネーションが明日から始まる。楽しみ。広島のドリミネーション、平和大通りのイルミネーションが明日から始まります。こんばんは。だからだ、なんかあれが始まるとね、クリスマスって感じする。クリスマスって感じするし、めっちゃ冬って感じがする。そっか、え、そっか、放課後音楽祭、ほんとちょうどね、放課後音楽祭してたね、11月。え、そ、今あのね、ちょうどね、恵比寿大祭が、え、いつからなんかな、いつからかわかんないけど、今本通りの方が恵比寿大祭ってこういろいろ出てて飾られてるんですよ。ちょうど1年前のその恵比寿大祭に、あの TSS のその昇格企画のニューウェブプロジェクトのやつで、みんなで巫女さんの格好になって、恵比寿大祭のこの巫女さんのお仕事をするっていうのをしたんですよ、ちょうど1年前の恵比寿大祭。だから今日本通り歩いてて、あ、もうこの時期なんだって思ったら、あれから1年早いなと思いました。やってた、変な絵描いてた描いてた。でアクスタにもなってね、懐かしい。巫女さんやってたね、懐かしいです、とってもとっても。そう、巫女さんになってなってやってた。でも明日からなんか寒くなるみたいなので、ブーツも好き、マフラー好き、え、なんか冬の小物好き、モフモフみたいなのも好きなんですよ。冬のモフモフしたあの服とかも好きだし、マフラーも好き、ブーツとかも好きです。だからもう冬は結構好き、うん、冬の方が好きかもしれん。冬は好き。好きですね。ドリミネーション一緒に見に、え、行かない、よかったまだ行かないって言ってないよ、あずみにもしかしたら一緒に行くって言うかもしれないじゃん。こんばんは。え、モフモフの手袋いいよね。昼前宣伝もありがとう。昼前見てくれてありがとう、嬉しい。え、今年お払い受けてないですね。受けようかな、お払いお払い受けようかな。お払い確かに受けてない。冬ね、え、わかる。可愛さ増す、女の子がね可愛くなるよね、わかる。イルミ、イルミも見に行こう。あ、あずみのパーカーとロンティー買うね、ありがとう、嬉しい。リバティエイジ、ぜひぜひ。22日だからちょうどほんと1週間後ぐらいなんですよ、リバティエイジの受注締め切りが。で、受注締め切り、うん、ちょうど1週間後ですねぐらいだから、受注締め切り過ぎちゃったら、中止め切り過ぎちゃったら、もうゲットできなくなっちゃうので、ぜひぜひ
試合。そう、再販売ないの。あ、おすすめしてくれた。色買ってくれるの？こんばんは、あずみ、冬制服のアクスタ可愛いもんね。え、あれね、あれグッズ可愛いよね、冬制服。冬制服グッズも結構全部可愛いから、ゲットしてほしい。あれも、あれも結構全部可愛い、冬制服グッズ。そうだよ、申し込み忘れないようにね。大事だよ。本当にこれはもう再販売ないから、ここ、22日の23時59分を逃しちゃうと、もうあのリバティエイジのコラボ服はゲットできなくなっちゃうので。お、大きいサイズ。ありがとう、ワインレッドパーカー。楽しみ。着てるの早く見たい。忘れないように、早めにゲット。早めにポチッとなしてみて、しといてね。購入。うん、あと1週間ぐらいはある。でも、ギリギリ、直前に待ったらまた告知するね。今日も告知したんだけど。あと、ちなみに私のプロフィール欄から飛べるので、リバティエイジさんの購入サイトは。お話し会の、大阪の話し会決算するの完売してない？本当に？え？嘘？え？本当に？決済忘れ、なんか完売、本当に？本当に？あ、本当に？私が見たとき。本当に？ちょっと待って。本当に？ちょっと、もう一回見とこう。いや、4時間目と5時間目が、決済漏れで、まだ、買えるようになってる。から、決済漏れが出てる。出てるので、出てる。え、私のサイトは、そうなってるから。え、人によって違うのかなこれ。どうなんだろう。人によって違うとかあるのかな。どうなんだろう。あれ？うん。なのでね、みんなで頑張って、そう、前回の申し込みの段階で完売できてたので、本当、あ、買える、え、ね、だよね。そう、3時間目のサイン会は完売してるんですけど、なので4時間目5時間目も一回みんなで完売出せたので、再度申し込んでもらえたらすごく嬉しいです。ありがとう。そして決済忘れ、お気をつけてください。今回私もいっぱい言います。決済忘れ忘れないように、大事です。決済最終ミッションまで、ありがとう。追加すぐ、ありがとうございます。着ていったらあずみん気づいてくれる？もちろん、リバテージでしょ？気づくよ。し、嬉しい。着てくれてたら。結構嬉しいです。リバティエイジ。でも私も明日着てこうかなと思ってる。パーカー。でもなんか、あ、やっぱり帽子かぶろう。明日帽子かぶろうかな。なんか、なんかね、帽子が5色あるんですよ。で、T シャツはサイズが S サイズしか私持ってないから、お母さんとお姉ちゃんと私は、私が持ってる今のリバティエイジの T シャツ着れるから、着れるんだけど、弟とお父さんはサイズ的にちょっとちっちゃいのね。だから、今度、家族でお出かけするときに、帽子だったらさ、みんな被れるじゃん。
サイズ関係なく後ろで調整できるので。だから5色今持ってるので、5色持ってる帽子を家族みんなで被ってお出かけしようって話になってでもあの帽子5人揃ってたらキモいかなって言いながら、でも今度お出かけするタイミングに、そう、みんなで帽子被って同じあの帽子を5人で被ってお出かけする約束をしました。だからそれぞれに1人ずつみんなに色割り振ったの。私はピンク、お母さんは青、お姉ちゃんが白、弟があの茶色っぽいやつで、お父さんが黒で割り振りました。アズアズは S サイズをもらったんだよ。 L じゃなくて。どこのブランドですかって聞かれるそれはどこのブランドですか。確かに戦隊物戦隊物っぽくなっちゃ う。いい感じに似合う色で割り振りました。帽子、パーカーは大きめできるの絶対可愛いと思う。うん、絶対可愛いよ。お、火曜僕とありがとうって、ありがとう。こちらこそ可愛いですよ。大きめおすすめです。パーカー大きめ、あと、明日の配信は帰ってきてから配信できそうにないんですよ、時間的に。なので朝します。朝の10時、嘘、9時から配信しようかな、明日。9時ですね。9時から。うん。9時から配信する。明日日帰りなの。そう。だから9時から朝配信のみかな。感じですね。そう、チューリックホール待ってます。明日アイドルスター、まだねチケットがあと23時59分まで買えるので、あと40何分ぐらいで締め切りなんですけど、明日のアイドルスター6時15分から6時45分までのが ST48 のステージで、ヒューリックホール東京、ヒューリックホール東京で合ってるっけ、ヒューリックホール東京、ヒューリックホール東京だ、ヒューリックホール東京でアイドルスター出演します。2.5期と3期で、でチケットはあと40何分ぐらいまでです。まで買える、でもまだ買える、まだチケット買えるので、ちょっと時間早いかもしれないんだけど、これそうだなって方がいたらぜひ来てほしいです。待ってるよ。え、そう、今月めっちゃステージ多いの、嬉しい。当日券はないかもしれない、わからんけど、ないかもしれん。あ、ある、当日券プラス1000円になるけどあります。当日券も一応、しかも券それじゃないいじってる、アズミンをみんながいじってる。当日券はプラス1000円になるけどあるって感じですね。明日もアイドルスター頑張ってきます。
きます。明日もあずらないようにあずらないようにします。東京なので。よし、じゃあ壇上を読みまーす。13位、くまねパパさん、ありがとう。12位、ゆずきちさん、ありがとう。11位、かぎ37さん、ありがとう。10位、みわこうちゃん、ありがとう。9位、るかやまとさん、ありがとう。8位、ぬしーさん、ありがとう。7位、せいやん、ありがとう。6位、ラブブリー48&46さん、ありがとう。5位、バンジャラモンスターさん、ありがとう。4位、ディオさん、ありがとう。3位、ナポリンさん、ありがとう。2位、コウスケさん、ありがとう。そして1位は、タルルルルルパン、ナラニさん、ありがとう、ありがとうございます。明日はだから朝9時から配信、早いけど朝遅いか、逆に遅いかも。仕事始まってるみんなだったら、見に来れそうだったら見に来てください。アイドルスターも待ってます。ありがとうね。おやすみーん。せーの。なーにー。